20日午後10時40分前後に伊豆諸島沖で夜間訓練中の海上自衛隊所属シーホーク型哨戒ヘリコプター2機が消息不明となっています。2機にはそれぞれ4名計8名の隊員が搭乗していました。今のところそのうち1名が発見され手当てを受けているところですが、容体などは分かっていません。2機のうち1機からは午後10時39分に緊急信号が出されていましたので、その直後に墜落したと思われます。もう1機からは緊急信号がありませんが、1機目の事故の後25分経ってから同機からの通信がないことが確認されています。このため2機が空中接触などで同時に緊急事態となったのか、あるいは1機目の緊急事態を救おうとした2機目がそれに巻き込まれたのかなどが考えられますが、現時点では何も分かっていません。ご存知のようにここ2、3年航空機の世界ではいろいろなアクシデントが多発しています。羽田空港で海上保安庁の所属機が滑走路上で民間機と接触した事故は記憶に新しいと思います。アメリカでは昨年1年間だけで少なくとも23件のニアミス事例が発生し、大きな問題となっています。また飛行中のパイロットが医学的な緊急事態に陥って操縦不能となるケースも多発しています。今月7日には自家用機でノースカロライナ州を飛行中だった60歳の大学教授が意識不明となり、そのまま死亡しました。幸い同機にはもう一人のパイロットが搭乗していたため大事には至りませんでしたが、一歩間違えばどこかに墜落していたかもしれません。このチャンネルでは以前から何度もこのような問題を扱ってきましたが、世界中のパイロットに操縦に関わる判断能力や脳や心臓に何らかの問題が発生していることは間違いないと思われます。黒森峰夫でした。